い、野菜ふが町内会の久保です。今回公民館からの7月定例会のお知らせです。3つ連絡があります。1つ、伊勢ヶ丘ふれあい公園の選定についてですけども、依頼分見積もり、以降業者選定後実施になります。公民館東側のクスノキは今回選定しませんということでございます。2つ目、公民館印紙使用団体に、印刷代金の請求書を配布しておりますので、こちらね、緑会さんが該当になってますかね、納付期限までに納金をお願いしますということでございます。4月から6月分です。で、3つ目、公民館運営委員会を7月15日18時30分から実施いたしますということでございました。公民館からでした。